みんなで作るマスラボのウサイン・スロールです。さあ今回は数学両方の旅、大阪大学なんですが、なんと、はい、50年前の阪大入試に挑戦していただきたいと思います。いただきたいと思います。全然言えへんね。はい、ということで、まあ、滑舌がね悪い時はよくね、あのなんか舌を出してあーってねやったらいいって聞きますけれども、どうなんですかね。ちょっとあの本当に僕最近ね、喋り慣れると、喋りすぎるとね、ちょっと滑舌が終わる時があるので、滑舌こんな風にねやったら良くなりますよっていうのがあればちょっとコメントに載せてほしいんですが、今回ねめっちゃ面白い問題です。実はこれ文系のね問題なんですが、全然今の入試に出てもおかしくないし、解ける人はああこうやってやるのねっていうのは分かるんですけれども、これで解けない人、特に京大とかはこういうの好きです、めっちゃ。だからぜひですね、今の実力でこれ多分おそらく見たことない問題の人が多いと思います。25カ年にも載ってませんから、はい、ということでですね、ぜひ皆さんしっかりと考えた上でね、この解説を聞いてもらいたいと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、まあね、もう大阪大、もういよいよ近畿にね来ましたということですが、実はめっちゃ難しいっていう問題ではありません。じゃあどうやって考えますかっていうところをね一緒にやりたいと思うんですけれども、まずはい、 fx が2次関数です。で、大事なキーワードがあります。さあそれは何かっていうと、任意の自然数 n についてこうなるときは全て問題が、はい、これね整数問題とかでもよく出てきますし、こういう証明みたいなね近い問題でも出てきますが、はい、任意の自然数って言われたら基本的には、はい、必要条件から絞り込む。さあこれ必要条件ね、難しい言葉っていうね人もいます多いと思いますが、簡単に言うと具体的に実験して絞ってからあとは答案に書いてください。つまり皆さんの大好きな実験をしてくださいということ。例えば今回任意の自然数 n に対してってありますが、まあ例えば、ね、n イコール1だったらさ、 fx が fx で割り切れる、もうそれは当たり前ですから、例えば今回であれば、はい、n が2の時ってどういう条件なの、この a にしたら、例えば n が2の時が、わからないですよ、やったら、じゃあ a イコール b イコール0の時しかなかったっていう時って、 n イコール3、4も、まあ n イコール3で、じゃあ a イコール b イコール0だし、 n イコール4で a イコール b イコール0だしって考えてもいいんですが、ここでもうある程度絞れた、あとは逆算です。n が2の時、n が3の時ってこっちからじゃなくて、n が2の時、a イコール b イコール0でしたっていう場合は、くるっと変えて、a イコール b イコール0なら、これ、どんな n でもちゃんと割り切れますかっていう、必要条件から攻めて、ある程度絞ったら、それぞれの場合で逆に考える。十分性を議論するっていう考え方になる。でこれでちょっと何言ってんだと、慣れてない人になると思うので、実際にもうやっていきましょう。手を動かして、例えばこれどう考えるかっていうと、まず、はい、 n イコール2の時 fx の2乗が fx を割り切れる時をちょっと考えましょう。はい、すると fx の2乗って何かっていうと、ここをこの x を x の2乗に変えたものですから、はい、こんな感じですよと。で、あと大事なのが、これが fx で割り切れるとしてますから、さあこれどうやって考えますか。まあいろんな考え方ありますが、もしちょっとよく分かんないと思ったら、もう僕は筆算でもいいと思いますよ。さあ、つまり余りが0になればいいってこと。やってみましょう。さあこれをですね、ちょっと計算してみましょう。一旦計算過程はね、ざーっと早送りになると思います。やってみると、さあ計算してみるとこのようになりました、まあ、結構ねこれ計算ミス怖いんですけれども、さあどういうことかっていうと、これで終わると小がこのようになりますけど、僕は小をね正直、確かめたいわけじゃなくて、ここ割り切れるってことは、この余りがどんな x であろうが0になる。さあどんな x でもこの余りが0になるってどういう時、それは
なんとか x たすなんとかですけれども、x の係数が0になればいいんですね。こういう時、高等式ですから。じゃあこれってどうなるかっていうと、はい、こうなります。ちょっとこれね、上整理しましょう。a でくくれますから、a でくくってみると、はい、こうなります。ってことは、これざっくり言うと、はい、まず上の式だったら A が0、またはこの塊が0、下だったら B が0、またはこの塊が0になりますから、一旦じゃあもし A が0って考えてみましょう。 OK、 A が0の時けど、どっちも満たさなきゃいけないですよ。 A が0の時、上はもちろん0になります。さあ下はどうなるかっていうと、はい、実は A が0の時は B も0じゃないとダメですよね。 A が0の時は上が0になる、下も必ず0にならなきゃいけない。 A イコール0を代入するとこうなる。じゃあ次、一旦ちょっと下行きましょうか。下もし B が0だったら、はい、B が0の時、下は0になる、上はどうなるかっていうと、はい、上は実はこのようになりまして、これ A がね0だけじゃないです。はい、こうなりますね。A が0の時やったら B が0しかない。ただ B が0だったら、上が0になるためには A が0または A がマイナス1でも OK になります。じゃあ次、ここが0の時、ちょっとね考えづらいですけれども、そう、上に書きましょう。これが0の時、はい、どうなるかっていうと、はい、A 次乗足す A が 2B です。したらちょうどここ同じやつあるんですよね。はい、ということでちょうど代入してあげると、はい、B が0になって、ここに代入してあげると、まさにここと同じ。A イコール0、A イコールマイナス1になると。じゃあ、あと最後、ここ。こっちが0だったらどうなりますか。はい、これやりますと、はい、この時ですよと。まあ、ちょうど、代入すると、A、B が0になると。この時って上が0になるためには、はい、上に代入すると、A、B が0になる。はい、ってことは、まあ、A が0だったら、A が0か B が0。A が0の時ここに代入すると B が0だし、B が0の時ここに代入するとこうなりますよと。はい。っていうことでですね、これどうなるかっていうと、結局、あ、これしかないですかね。はい、ということで、今ね、こうなりましたけれども、なんかおかしいなと思いませんでしたか。はい、ということで、これ、今僕も気づきました。皆さんもおそらく気づいてたでしょうか。ここね、引き忘れです。 OK、まあ、これ普通だったらね、計算ミスしたらちょっとなんか取り直そうとか思いますけども、マスラボならですね、こういうミスもそのまま出します。はい、ということで、B ですねを忘れてると。だからここにプラス B をしなきゃいけないってことは、ここがどうなるかっていうと、はい、マイナス1が付け加えることになりました。ということで、まあ考え方は似てますけれども、ちょっとここら辺がずれてくるのかな。はい、ということで、じゃあちょっともう一回やりましょう。もう一回これ A が0の時、 B が0の時、こうやって考えてみるとこうなります。はい、じゃあ計算しましょう。はい、ということで、ざっとこのような感じになりました。まあ、やっぱり候補増えてますよね。A イコール0の時どうなるかっていうと、 B イコール0か B イコールマイナス1。はい、 B イコール0の時は A イコール0か A イコールマイナス1。で、次、この時はっていうと、なんとですね、 B が0とマイナス1の時があります。0と1の時があります。ってことは1の時は A が2つあると。で、あとは同様に、ここが0の時って考えるんですけど、同意に言うと A が0か B が1ですから、まあ、同じような感じになりますよということで、はい、まとめましょう。ちょっと消しますね。はい、ということでこの5つになりました。 OK、 こういう必要条件っていうのは、今回はあくまでも N イコール2の時だけでもこの5つに絞ることができました。で、ここからまた N が3とかやってもいいんですが、 N イコール2の時だけでもめっちゃ大変でしたよね。じゃあここからどうするかっていうと、それぞれで逆に考えていくと。はい、例えばじゃあ A イコール B イコール00の時、はい、この時ってどうなりますかっていうと、はい、
AB が00の時って FX が X 二乗になりまして、 F の X の N 乗はこうなります。これはもう割り切れますから OK ですね。これはそのままで OK、 簡単だ。じゃあ次この時はそれぞれ一旦 FX を出してみると、はい、このようになりますよと。 OK、 じゃあ考えやすいものからいくと、次じゃあ今ここはね OK になりましたと。次これは、はい、FX が X 二乗引く1の時は、F の X の N 乗は、はい、こうなりますねと。じゃあこれって何が言えるかっていうと、どうなりますか。はい、まさに、はい、こういうことが言えますし、もっと言うと、この X 二乗引く1って X 足す1、X 引く1を持てばいいんですけれども、これってちゃんとそれぞれ持ちますよね。どうやって持つかって判断するかっていうと、F にこれ1代入してみてください。x イコール1を代入すると0になるし、マイナス1を代入するとどっちかは0になるし、ということなんで、これは OK だと。はい、ということで、ここも OK。次、これは、どれに考えていくってください。すると、こいつも、あとは、これも F の x の n 乗。では、同じく割り切れます。これが例えば x イコール1の2乗になるし、これは x かける x イコール1って塊になって、同様に X の N 乗が塊を持つか。つまり実は、はい、これとこれとこれとこれはもう OK なんです。 AB がただ唯一ですね、これこの時はちゃんと考えないとダメなんです。でこのやり方ね、あの文系の範囲ですけど大事な考え方ですね。ちょっとこの辺消しましょう。はい、ということで、じゃあ一回丁寧にやっていくと、はい、こうなりますが、じゃあこれどうやってやるのかと。さっきはこの辺は因数定理って言って、 x+1、 x イコール1っていう因数を持つんだったら x イコール1とマイナス1を代入したら OK だったけれども、これって実は虚数解を持ちます。解の公式ね、考えると x イコール2分のマイナス1プラスマイナスルート3、ルート 3i かな、はい、となりますけれども、じゃあこれどう考えるかです。この式ってなんか見たことないですか。もちろん虚数解が出るんですが、この虚数解のことを、これ分岐範囲でもやってます。これをオメガって置きませんでしたっけ。この解のこと、つまりこれを満たすオメガを考えると、実はこのオメガの性質ってオメガの3乗は1なんでしたよね。覚えてますでしょうか。 OK、 オメガね、うん、実はこの言うたら解っていうのをオメガって設定してるだけですけれども、この解の大事な条件って実はオメガの3乗が1になるんです。OK? ってことは、まずね、FX は、X イコールオメガを入れたら、これが0になります。つまり、これの解は、実はオメガとオメガ2乗なんです。この解はね。はい。で、じゃあこれはどうなるか。はい。同じく割り切れますかって考えるときに、同じ解を持てばいいですよね。どういうことかっていうと、もう一回整理すると、これって、因数分解すると、実はこういう形になるんですよね。じゃあ、これが同じ因数を持てばいいから、どう考えるかっていうと、はい。例えばこれが0にならないとダメ。どんな x が n であっても、0にならないとダメと。じゃあこれって0になりますか。例えば n が1だったらもちろん0になります。n が2でも、実はこれを利用すれば0になります。ただし、n が3の倍数の時、これどうなるかっていうと、オメガの6乗足すオメガの3乗足す1ですね。オメガ3乗は1ってことは、n が3の倍数の時だけは、例えばオメガ3乗の時ね、これって1足す1足す1になりますから、3になって、はい、0にならないんです。さあ、これ何が言えるかっていうと、この時だけは L が1とか2とか4とか5とかだったら全然割り切れるんだけれども、 L が3の倍数の時だけ割り切れないってことは、これは不敵ですよね。任意の自然数 N ではないですか。ということを踏まえて答えは 000-1-21 となるということでございました。さあ、いかがでしたでしょうか。まあこれ特にオメガを、まあ、忘れてた人っていうのも中にいると思いますけれども、あ、オメガを知っていたとしても、ここでオメガがそもそも出てくるかと
いうことだったり、割り切れるっていう時に一番最初はあえて筆算をしましたけれども、もう具体的に決まってる時は剰余の定理ですね、因数定理、そういうのを使ってあげるという問題でございましたが、いかがでしたでしょうか。今回ね、もしかしたら別解がたくさんあると思いますので、ぜひ、こういうの思いついたよ、言いたいよって方はぜひぜひコメントに載せてみてください。ということで、ぜひね、良かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方もお願いします。それではお疲れ様でした。バイバイ。